見に来てくれてありがとう。歯科技講師のタカポンです。今日はまあ模型の話だ。ほらちょっと前に中川 D も模型の話してたべ。俺もな同じようなタイミングで模型の話しようかなって思って、そのちょっと前にほら歯科医師のおばちゃんが模型の話してたんだよ。でなんかちょっと違うな、そこ違うなっていう、そこ違うなっていうかな、多分みんな知ってんだから知らねえんだから分かんねえけど、模型の話だ。俺はな営業さんとも仲良かったりすんだよ。でその営業マンはもともと大きな技工所の営業マンだったの。その営業マンが歯科医に行く時に行ったらサービスとして石膏流しをしてる。その営業マンだけがそういうサービスをしてんだが、会社全員がそういうことをしてんのが、元いた大きなところがの営業マンサービスとしてそういうことをしてんのか分かんねえけど、普通の素人の営業マンが模型の石膏を流すっていうサービスをやってるんだよ。それは多分からすると超適当なんだけど、本人からするとすげえサービスをやってるつもりでいるんだよな。それもあれだぞ、その模型があるところにさーって行って誰も見てないところでささっとやってな、そこに座敷わらしがいるかのようにささっと模型ができてるようなことをやってる。でその人は自分のところの会社の印象だけを流すわけじゃねえんだよ。そこにある全部の木の印象に石膏を流して帰るんだったらいいかもしんねえんだ。印象アップこうやって石膏を上から流し込んでんならいいかもしんねえんだよな。ただ中には石膏をボトってテーブルに置いてな印象剤をギュッて押し込む人もいるんだよ。もう中気泡だらけだぞ。気泡だらけっていうかな、入ってねえんだよ。格子までな石膏が入ってねえんだよ。そういうのがな多いんだ。ただほら技工士ってのはそこまで分かんなかんべ。だからドクターのせいとかスタッフのせいにしちゃうんだよな。そんで模型がとかどうのこうの言ってもさ、多分そういうのが勝手に起こってたらドクターも何言ってんだって言ってんだって。だ知らぬ間に石膏が流されてるんだからな。それがもう本当に知らぬ間にそこまで行っても石膏流してなやってくる営業マンがいるから、そういうのがあった。俺は模型に対して文句は言わねえ。でそういう地域に行くからな。だからおばちゃんも大手と付き合ってんだったらその地域にいるってことだからな。
いやでかいからな、その大手がな、うん、まあそこ、まあ俺の知り合いだけがやってんだったらいいかもしんねえけど、あのな、会社全員がやってたらな、困っぺ、困っぺ、その人が部下の部下でな、あのな、うん、自分がやってるって言えばいいかもしんねえけど、その人が上司だった場合は部下もやってる可能性があるべ。だから模型のことはな、だから、まあ、素人はな、あのその模型の場所に入れねえ方がいいと思うんだよな、うん、な、でも営業マン的には模型集めんのが仕事だからな、うん、1個でも2個でも早くな、うん、届けねえのは分かっけど、できてねえのはなあ、ねえからって石膏流してな、石膏流すのがな、あの日課になってるところもあるだろうからな、そこは注意した方がいいぞ、うん、って思うんだ、うん、まあ綺麗なところは綺麗だ、うん、ただ俺が持ってるであの完全に石膏が入ってないっていうところもある、本当に入ってねえから、転入してひょっとしたらレジンの塊にボコって、完成の段階でそれがなくからもうどうしようもねえんだよ、想像で削り出すんだよな、手動のキャドカムみたいな、キャドカム電池みたいなことをあのたまにやる時がある、その状態での模型があの完全に崩れてどうすることもできねえから、そういうのがあるから、ちゃんとあのちゃんとしたエーザー、エーでもドクターでももうスタッフでもいいから、あのちゃんとした人がな、そこの歯科医院で責任取れる誰かがな、あの石膏流してほしいなって思う、うん、じゃあそういうことだ。おじゃな。